こんにちは、日向洋一です。それではまた、経営者のための離婚の危機脱出100の知恵からお話をしていきたいと思います。今回は、83番目、男らしさが試される場所、ベッドの中でこそ紳士となるということでお話をしたいと思います。まあ性生活の中で女性というのは、妻というのはどちらかというとというか、ほとんどの場合ですね、受け身の方になるわけですね。で男性側が、イニシアチブを取って、性生活っていうのをしていくわけですけれど、ベッドの中で相手を思いやるっていうことがとても重要になってきます。で多くの場合、男性側がすごく興奮してきますので、こう我を忘れるっていうことが往々にしてあるわけですね。で、セックス、夫婦間の性生活についてもたくさん本を書いておられる、アダム徳永さんっていう方がおっしゃっているのは、ベッドの中での男らしさっていうのは、思いやりだっていうことをおっしゃってますけど、ベッドの中で、ジェントルマンになるということですね。本当に紳士、相手を思いやる人になるということがとても大切なわけです。で、特に女性の、体っていうのはいつも変化してますので、昨日やってもらって嬉しかったことは明日やってもらって嬉しいと限らないわけなんですね。ですので相手の気持ちを、相手の反応というかね、相手の気持ちを確認しながら、ゆっくりと相手のペースに合わせてあげる、もしくは相手のしてほしいことを、察してあげるということがとても大切なわけです。で私たち男性はですね、基本的に性的なこと、セックスの最中は非常に何て言うんでしょうね、自分の思いにでドライブされているというかですね、そういう状態になりますので、とても難しいことだと思いますね、相手を思いやるというのは。だからそういう意味では私たちは自分っていうものをしっかり知る必要があるわけです。そういう奥さんとの性生活の中ではつい自分は突っ走ってしまうというかね、自分の思いで自分の感情で突っ走ってしまうという、まずそれを知る必要があるんですね。で、そういう自分だけれど努力をして妻がね、本当に楽しめるように配慮してあげる必要があるんですね。で、なんて言うんでしょう、こちらが、思いやりを持てば持つほど、妻というのは安心することができますので、リラックスすることができるようになります。で、女性が性的な喜びを感じるためにはリラックスをするっていうことはとても大事なわけですね。男性の場合は性生活の中で緊張してますので、その緊張が解放されることが、男性にとって必要なんですけど、女性の場合はリラックスして大切にしてもらうっていうことが満足感に通じるわけですね。ですので本当に自分はジェントルマンになるんだと、自分は思いやりを持つんだっていうことをいつも自分に言い聞かせておく必要があるんですね。でそうすると、性生活がすごく喜びと、安心に満ちた関係になっていくと思います。ということで、今回は、男らしさが試される場所、ベッドの中でこそ紳士となるということをお話ししました。この経営者のための離婚の危機脱出100の知恵、こちらのファイルをまだお持ちでない方は、このウェブサイトにリンクがありますので、そこから、無料で手に入れることができます。そちらを、申し込んでみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。